山口特集の最終回、はい、ということになりますけども、長州藩の城下町萩市にやってまいりました。やってきました ね、 そして後ろに立派な門がそびえておりますが、はい、萩城に向かう城門です、はい、北の総門と呼ばれている、はい、まあ、門なんですけどね、独立者高麗門としては日本最大規模だと思います、はい、この門から向こうが萩城の城内、はい、でこっちが城下と、はい、いうことになります、この城下にはもうすぐ近いんですけども、高杉晋作とか、はい、桂小五郎とか歴史的な人物の住んでた跡が未だに残ってるというね。山口県の北部に位置する萩市、長州藩の城下町として栄えたこの地には、高杉晋作や木戸孝允ら幕末の志士たちゆかりの場所がごく狭いエリアに密集しています。伊藤博文もここで10歳から1年以上多分いたと思いますから、高杉晋作ともここで会って遊んだりした可能性もあります。さらに歴史的人物たちを数多く輩出したあの施設も。これが松下村塾です。あ、これですか、はい、山口県スペシャル最終回は萩の城下町を歩き、日本の歴史を大きく動かした人物たちの足跡をたどります。あそこにですね、山が見えてます、実は長州藩の萩城はあの山にあるんですね、雫山ですけども、はい、でこっから入った先が堀内といいまして、はい、まあ、堀の内、ここが堀外堀なんですね、今幅が20メートルありませんけども、はい、当時この外堀は40メートルぐらいの大変広い堀だったんですけども、雫山の麓に構えた城を中心に三角州の地形を利用して町割りされている萩城下町、調査隊がいる外堀を境に主に3つのエリアで構成されています。まずは重臣たちの屋敷が立ち並んでいた旧上級武家地を散策します。この両側の石垣とかね、そういうのはもう昔のままです。綺麗な通り。実は重殿県に日本で一番最初になったのがここなんですよ。一番最初なんですか。日本の重殿県の歴史はもうここから始まったという、あ、伝統的建造物に指定されている建物や塀や石垣合わせて450件ぐらいあります。さらに江戸時代の面影を残す独特な形をした道も。ここでですね、通りがぶつかって直角に折れるんですよね。あれ本当だ。角度を取ることで見通しが効きませんし、はい、敵が攻め込んできてもまっすぐ走れないか、はい、勢いがちょっとそがれます、うん、それから敵から見てですね、影の部分にこちらの勢力を潜ませることができる、はい、城下町も本当に防衛ラインの一つなんですね。そうですね、そうですね。調査隊は堀内地区を20分ほど歩き萩城跡へ。この辺のね、石垣がすごいですね。ああ、本当に、城の入り口っていう感じがしますね。力が入ってますよね。うん、そしてここに像があります、はい、この方が毛利輝元ですね、はい、長州藩の初代藩主毛利輝元、かつては広島を中心に中国地方8カ国112万石を領有した大大名です。関ヶ原の戦いの時に西軍の総大将に就いたわけですね。結局まあ東軍が勝ったことで一時はもうお家取り潰しになりかけたんですが、吉川広家なんかの動きによって周防の国、長門の国のこの2カ国だけはですね、領地として維持することができた。ただ石高は4分の1ぐらい、30万石ぐらいに一旦減ってしまったんですね。この方が1604年に萩城を築いたということです。あの角がちょっと高くなってますね、石垣がね、あれが天守台でしてね、あそこに天守が建ってたんですよ、はい、どんな天守かと言いますと、こういうね、なかなか豪壮な5階建ての天守、はい、高さが15メーター弱ぐらい、もうあの天守台ギリギリの、あるいはそれより飛び出たぐらいの大きな天守があそこにそびえてたんです。雫山の上の方には、まあ、ちっちゃな爪城があったとは言われてますけども、明治7年にもう要するに全て建物が破却されて、残ってるのは石垣だけで、今は史跡公園みたいになってるわけですけども、天守台までちょっと行ってみましょう。はい、段が高いです。本当だ。当時のままですね。当時のままですね。
ましょう。はい、ここが天守台です。あ、広いですね。広いですね。天守のこの礎石がね、はい、ほぼそのまま残ってます。この上に柱が立って建物が広がってると思ったら、もう本当に天守台の底面積より外に出てるぐらいですね。そうですね、もう本当に天守台目いっぱい使ってますね。続いて調査隊は外堀の東に広がる中級下級の武家屋敷や町屋が軒を連ねていたエリアへ。この辺りに歴史的人物たちのゆかりの場所が数多く残っています。我々が撮ってます、はい、横にありますこの公園ですけども、はい、大阪の大恩人と言われている方の生まれた場所です。大阪の大恩人、大恩人、藤田伝三郎誕生の地公設園っていうね、はい、藤田伝三郎ご存じないですか。知りません。藤田伝三郎、五代友松と一緒に大阪の近代経済を起こした中心人物の一人です。へ、大阪の商法会議所ね、はい、商工会議所の前身ですけども、それを作った一人で、はい、初代会頭が五代友松、はい、二代目の会頭がこの藤田伝三郎です。我々が知ってる例えば南海電車とか毎日新聞とか数え切れぐらいの会社をこの人は作ったんです。それは知らなかったです、もう藤田伝三郎は大阪の恩人の一人なんです。へ、その成果がここです。はい、醸造の仕事をやってたんですね。ここにまあお店と工場があって、ここで藤田伝三郎生まれて、ここで過ごしてたということでしてね。そしてその道路ですね、これが昔の御成道です。萩城におられた毛利家の殿様が参勤交代で江戸に登るときにですね、この道を使うわけです。メインストリートみたいな。メインストリートです。そしてね、御成道のこの辺り豪商が並んでたエリアなんですよ。その代表格がこの菊屋住宅ですけどもね、国の重要文化財です、というだけじゃなくて日本全体で考えても、はい、もうほぼ最古級の400年ぐらい前の大型の町屋です。萩藩の御用商人だった豪商菊屋家、屋敷は藩の賓客をもてなす迎賓館のような役割も担っていました。現在はおよそ2000坪ある敷地の3分の1が公開され、当時の暮らしぶりが伺えます。でこの通りに面して高杉晋作の生まれた家が残ってる。おお、なんか生小壁が綺麗な通りですね。綺麗でしょ。高杉晋作の生家に向かう途中には第26代内閣総理大臣田中義一の生誕地も。すごいな、こんだけ長州って有名な人産んでるのというぐらいしかも同じエリアにみんな住んでたの。この建物が高杉晋作の生家です。高杉晋作は六高二百石だった萩藩士高杉小中太の長男としてこの家に生まれました。当時の間取り図を見ると部屋数が20以上ある広大な武家屋敷で、現在は一部の部屋と産湯に使ったと伝わる井戸や庭園が公開されています。ここに新作の肉筆の文章なんかがこう展示されたりしています。肉筆ですか、なかなか見事ですね。あそこにかかってるご夫妻の写真、あれがまあご両親の写真です、はい、割と位が上の武士の息子ですから、はい、長州藩の藩校ですね、藩が作ってる学校明倫館っていうね、そこに通うんですけども、新作もあまり面白くない、でもやもやしてるところに吉田松陰がやってる松下村塾の話を聞いて、そこに行ってみたらとても、はい、そこが気に入ったということで、それから吉田松陰に支持すると、で結局はまあ松陰の意思を継いで日本の改革に乗り出すというね。いろんな幕末の関係者取材してきましたけど、一番すごいなと思うのはこの高杉晋作です。あのお父さんなんかはですね、吉田松陰の松下村塾に通っていることはあまり心よしと思わなかったと。一部の人からは、まあ、長州藩の過激派みたいに思われてましたから、親の目を盗むようにしてここから晋作は松下村塾に通ってたというようなことが伝わっています、松陰がやってた松下村塾はもう農民から上級武士の子から、はい、もう誰が来てもいいと、まあ、そういうとこだったので晋作に寄付に応えたんでしょうね、
だから後に高杉晋作は騎兵隊を編成してね、はい、歴史的な影響を残しますけども、騎兵隊のはもう農民も誰でも志のある、まあ、みんな来いと、みんなで戦おうというね、あのその教えはやっぱり吉田松陰の教えをそのままこう体現したものだと思いますね。結局彼もですね、最後はこの藩のね、はい、流れが自分の方向と変わるから、藩からも命を狙われて、九州の方に逃げたりしますよね、はい、で最後はもう80人ぐらいでクーデターを起こすわけですよ、結局長州藩の反論を書いてしまって、これ明治維新までつながるようなことを彼がいわば土壌を作ったわけですね。結核のため27歳8ヶ月という若さでこの世を去った高杉晋作。萩博物館には実際に使っていた甲冑や備忘録など晋作の人物像を伺い知ることができる貴重な資料も展示されています。こちらの通りが江戸屋横丁になります。桂小五郎、木戸孝允の生家が残ってて、江戸屋横丁には歴史的人物たちが幼少期を過ごしたある場所が。こちらに円政寺というお寺があります、はい、鳥居がありますけども、そしてコンピラ社とも書いていますけどもお寺なんです、はい、まあ、神仏金剛寺来の状態でそのまま残ってるというね、うん、これも珍しいんですけども、伊藤博文、はい、それから高杉晋作ととてもゆかりのお寺なんです。豊富天満宮の門前にある大仙坊というね、まあ、お寺に伊藤博文は9歳ぐらいの時に預けられてたという話しましたけど、その後で伊藤博文はここにも預けられた、うん、で当時のこちらのご住職がですね、伊藤博文のお母さんの親戚でした。ここでまあ1年ちょっと雑用しながらいろいろ勉学を教わったと、でここは持ち帰ですから、もちろん高杉晋作もよくやってくるわけです、はい、でここにあの真っ赤な天狗の面が掲げられてましてね、天狗の面、はい、高杉晋作はまあ親大いに連れてここに来て、その面を見ながら度胸をつけなさいみたいなね、博文もここで10歳から1年以上多分いたと思いますから、はい、ここで高杉晋作ともここであって遊んだりした可能性もあります。円政寺のすぐ先には幕末の日本を代表する蘭学医青木秀介の旧宅も。高杉晋作が10歳ぐらいの時にね、保護層になるんですね、はい、天然痘ですね、で死にかけた時にこの先生に診てもらって命拾いするんです。この先生がいなかったら亡くなってたかもしれない。そしてこの2軒先には木戸孝允が生まれてから江戸に出るまでのおよそ20年間を過ごした建物があります。当時のまま残ってるんですか。そうです。へえ。これがそうです。ここで木戸孝允が生まれた時、お父さんは藩の医者、藩医だったんですね。生まれた時は桂小五郎ではなかったんです。お隣が長州藩士の桂さんという男だったんで、はい、その桂さんの養子になったんです。あ、そうなんですか。それで桂小五郎と、はい、それが木戸孝允になったのはもうかなり後年の話です、うんうん、では、はい、聖火に入ってみたいと思います。すごいな、ここが維新三傑の一人の家ですか。そうです、そうです。大きいですね。まあ、あの範囲のお宅ですから、まあ、相当裕福な方だったと思います。医者の家で生まれて、はい、まあ、育って、ええ、そんな人物がどうしてこの明治維新の立役者になったんですか。まあ、あの桂家に養子に行ったのは一つ出発点です、うん、侍の、まあ、養子に入ったわけですから、三枚としての、まあ、跡取りになってですね、藩の学校である明倫館で学ぶんですけど、吉田松陰は松下村塾やるまでに明倫館の、まあ、先生もやってましたから、うん、兵学とかそういうのを学ぶわけですね。あ、こちらにね、はい、桂小五郎が落書きした跡が残ってます。落書き、はい、ああ本当だ、なんか分かります。死して後病むというね、うん、死ぬまで努力を続けると、死ぬまで頑張り抜くぞという、まあ、一つの決意表明みたいな言葉かもしれません。ああなるほど。最後に調査隊は吉田松陰ゆかりの場所へ。松陰神社にやってまいりました。はい、この松陰神社と刻まれているこの文字は、はい、吉田松陰の書いた肉筆の文章から文字を抜き出して彫ったものです。そうなんですか。でこの松陰神社そのものは
明治44年にですね、はい、まあ、いろんな関係者集まってですね、吉田松陰の功績を讃えまくるためにですね、はい、築いた神社です、でその神社ができるまでに松下村塾はもともとここにあったんですね、はい、こちらにありますこの建物です。あ、これですか。はい、もっと大きいのかなってイメージしますけど、まあ、歴史に与えた影響から言えばそんな感じしますけどね、はい、今これ国の史跡になってますし、はい、世界遺産になっています。最初の時期はこちらがなかったんですよ。あ、そうなんですか。この前の部分だけ、この8畳の部屋、この下まで始まったんです。明治維新の出発点ですか。出発点です。もともとこの松下村塾というのは吉田松陰が始めたもんじゃなくて、吉田松陰のおじさんがここで塾を開いてたということですね。吉田松陰は24歳の時にですね、黒船に乗ってアメリカに密航しようと、でアメリカのいろんな新しいものを学ぼうとしてですね、下田に2回目来た黒船に乗ってお願いするんですが、断られて結局幕府に自首してですね、逮捕されて江戸の獄につながれるんですけども、そこから長州に送り返されて野山国にしばらく入るわけですね。でその後で、まあ、親元のお預けになりまして、その家が目の前に立ってます。もともとの実家です、杉家というね。三条昭和のこの部屋ですね、この部屋、ここに、まあ、この三条ですか、はい、優秀というのは捉えると、ここでまあ一種の軟禁状じゃないんですけども、謹慎生活を強いられるわけですね。ここで吉田松陰が謹慎生活を送ってる間にもたくさんの人がいろいろ教えを請いに来るわけですよ。まあ講義に近いことを謹慎の身でありながら、まあ、やってたわけですね。でその延長でその目の前の松下村塾で、まあ、生徒を教えると、はい、松下村塾で教えた期間はわずか1年余りでしたが、高杉晋作や伊藤博文、久坂玄瑞など明治維新の原動力となる人材を育て上げました。明治になって日本の急速な近代化というのもスタート地点ここですね。そうなんです。産業遺産の一部なんです。これはね、日本の近代化の大きな出発点でもあったというね、いろんな意味で重層的な役割を果たした私塾なわけですね。明治維新帯同の地、萩市、数々の逸材を輩出したこの地で皆さんも歴史散策してみませんか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。